while the second explosion rocked a market located within an area heavily policed by the National Security Force, leaving 34 shoppers, tourists and locals dead. The total number of casualties resulting from related acts of terrorism has risen to 48 dead, including 12 children and 135 have been injured. In other news, while there have been frequent reports of the mass disappearance of bees without a trace for several years now, colony collapse disorder, or CCD as this phenomenon is known, is not restricted to the American and European continents, but is also being increasingly observed in Asian countries such as China and Japan. Whatever the cause may be, it's indeed an eerie phenomenon. According to some sources, Einstein is reported to have said, if the bee disappears from the surface of the Earth, man would have no more than 4 years to live. バラ園を見つけたって言ってたでしょ。うん、そろそろ満開になりそう。へえ、今度一緒に見に行きましょうね。うん、ねえ、サトシはいつも会社に行くときどの道を通っているの？今日は卵焼きなんだ。違うのが良かった？あ、いや、別に。いただきます。どうぞ。いただきます。昨夜怖い夢を見たの。うん、どんな？思い出せない。行ってらっしゃい。行ってきます。
山本さん。え？どうした？何が？いや、なんかぼーっとしてるからさ、なんか変な電話でもあった。いや、大学の時のサークルの OB 会があるって、その知らせ。うん。いや、何のサークルだったの？ダイビング。意外だな。なんだ、俺も忘れてた。はい、わかりました。それから雑誌の取材が2つ入ったんですけど、来週の水曜日ってお時間いただけます？いつも通り2時くらいからで。はい、わかりました。あとはお茶にしませんか？あ、はい、ありがとうございます。どうぞ。いただきます。はい。ねえ、とみちゃん、じゃがいももらってくれない？好きだったよね、とみちゃん。あ、いいんですか？さとしのお母さんがね、いっぱい送ってきてくれたんだけど、いつも使い切れなくて芽が出ちゃうの。あ、じゃがいもの芽ってなんか毒あるんですよね。空に？あ、そう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 。こっそり育てようかな。いざとなったら心中できるし。いざとなったらって何ですか？それじゃ無理心中ですよ。怖いな。まあでもルリ子さんご夫婦は毒なんて必要ないですけどね。なぜ？え、だってものすごく幸せそうに見える。私たちは幸せそう？ただいま。今日ね、ドミコちゃんが来たの、個展の打ち合わせに。ドミちゃんね、恋人にプロポーズされたんですって。そうなんだ。それなのにね、結婚なんて興味ないしなんて言うよ。トミちゃんね、前に恋人に浮気されたことがあるんですって。へえ。それでね、男の人は信用できないから結婚にも幻想がないんですって。ほう。それはひどいね。何が？いや、だからその浮気、私サトシが浮気したらその場で刺すわ。いらっしゃい。お邪魔します。はい、どうぞ。うわー、おいしそう。ゆり子さんって本当料理上手。いやだ。これ人参すりおろしたの入ってるでしょ。あやちゃん人参嫌いだった？うん、好き。お兄ちゃん未だに人参食べないの？
サトシは偏食だからね、こっそり入れてるの。内緒よ。お兄ちゃんは？ちょっと待ってね。もしもし。よっ。うん。本当お兄ちゃんたち夫婦って変だよね。何が？家の中で携帯なんてありえないって。つうか部屋に鍵かけるなんて思春期の中学生みたいじゃん。癖なんだよ。瑠璃子さん嫌じゃない？でも携帯って結構便利よ。そういうことじゃなくてさ、まあお似合いなのかもね。バラの木にバラの花咲く何事の不思議なけれど。何？ん？この前見た映画でね、夫婦に必要なのは赤と白のバラだって言ってた。へえ。赤いバラは情熱、白は真実。その二つさえあれば夫婦はうまくいくんですって。ふん。聞いてる？聞いてるよ。本当？ねえ、ん？もうすぐ駅に着いてしまいますね。うん。どうする？お茶でも飲みに行きますか？もう行こうかな。もう？うん、電気屋寄りたいし、夕飯もいらないから。お休みの日なのに一緒にいられないのね。じゃあ、行ってきます。行ってらっしゃい。よしよし。こんにちは。岩本、お前が来るなんて珍しいな。結婚してから初めてじゃないか。ああそうかもな。岩本元気そうじゃん。もちろん。よし、じゃあ乾杯っす。ダイビングは行ってんのか？いや全然。インストラクター免許まで取ったのにもったいねえな。なあ、毎年合宿に行ってた民宿あるだろ、伊豆の。おうおうおう。今度そこに潜りに行こうっていう計画があるんだけどさ、岩本どうする？あ、いいな、行きたいな、久しぶりに。
どっちか分からなかったんで赤と白持ってきちゃいました。じゃあ赤もらおうかな。はい、ありがとう。じゃあ乾杯。乾杯。先輩って IT 関連の仕事してるんですよね。うん。三浦さんは何してるの？私水族館で働いてます。へえ、意外だね。意外？あ、いや別に深い意味はないんだけど。ダイビング始めたのも泳いでる魚が見たかったからなんですよね。魚ってこうなんかぬるっとしてて好きなんですよね。哺乳類より魚類の方が断然好き。だって なんか何考えてるか分かんないじゃないですか。いや、まあ哺乳類も何考えてるか分かんないけどね。先輩の奥さんってどんな人なんですか？どんなって、うん、まあ美人だよ。それ知ってますよ。喧嘩とかしたりしないんですか？うん、全然。え、一回も？うん。結婚して3年経つんでしょ？すごい仲良しなんだ。いや、別に。あの人は現実感が希薄だから。三浦さんは彼氏とかいないの？いません。ずっといません。先輩は今でも3年前と同じくらい奥さんのこと好きなんですか？おかわり取ってきますね。行かないんですか？うん、俺はいいや。あ、奥さん待ってますもんね。いや、そういうわけじゃないけどさ。じゃあ。先輩、あの、また会えますか？え？会いたいんです。会えますか？あ、うん。じゃあ。おかえりなさい。ただいま。OB会どうでした？うん、久しぶりにね、根本に会ったよ。そう、瑠璃子によろしくって。それだけ？あと、水族館に勤めてる後輩が招待券2枚くれた。奥さんとどうぞ。それだけ？うん、まあ、それだけ。ん、知らない匂いがする。風呂行ってこうかな。何か食べますか？いや、いいや。大盛況でしたね。今までの個展の中でお客さん一番かも。いろいろとどうもありがとうございました。助かったわ。いや、こちらこそですよ。本当は打ち上げしたいところなんだけど、うん、今日は帰らなくちゃ。サトシはね、誰もいない家にいるのが嫌な人だから。ごめんね。いえいえ、今度改めて。ちょっとだけワイン飲もうか。
いいんですか？差し入れにいただいたのがあったでしょ。嬉しい。ちょっと取ってきます。岩本瑠璃子さんですか？はい。このクマを譲ってもらえませんか？あ、あなた、あの電話の方？お知り合いなの？いえ、あの、ナナを譲ってくれってしつこく電話してきたんですよ。何度も断ったのに。他も全部見たんですけど、同じものは見つからなくて。だからこれ非売品なんですってば。テディベアがお好きなんですか？いや、そういうわけじゃないんですけど、彼女が気に入っちゃって、どうしてもこのクマが欲しいって。優しいんですね。いいですよ。え？いいんですか？いいんですか？この子の名前はナナって言います。ただいま帰りました。はい。お帰り。ただいま。夕食ちゃんと食べた？うん。何食べたの？駅前で牛丼。そう。いただいたお菓子食べますか？あ、うん、じゃあ、うん。個展どうだったの？うん、たくさんの人が来てくれたわ。ナナをどうしても欲しいっていう人が来てね、本当にどうしてもっていう感じだったから譲ってしまった。そう。うん。そんなに借りるんですか？津川春夫です。個展の時にぬいぐるみを、あ、ナナちゃんを譲ってもらった。こんにちは。この辺に住んでらっしゃるんですか？はい。僕もです。自転車で10分くらい。宮子、こちら岩本瑠璃子さん。え？本当に？どうしよう。夢みたい。宮子です。僕の恋人の。ナナは元気ですか？はい、今日はお留守番してます。本当お会いできて嬉しいです。あの、よかったらお茶をご馳走させてもらえませんか？あ、ごめんなさい、今日はちょっと時間が。
残念。でもぜひ今度。はい、今度。じゃあ失礼します。約束ですよ。はい、約束。もしもし。ああ、あ、はい。ねえ、どうしてゲームしながら音楽かけてるの？何度もノックしたのよ。悪い。今日ね、枝付きライチ見つけたの。あ、そう。はい、どうぞ。ありがとう。私だけここにいてもいい？うん、それは構わないけど。リコ。はい。あ、その、なんでここにいたいの？お邪魔ですか？そういうわけじゃないけど。恋が足りないと思うの。恋？そう、恋。そんなことないよ。そんなことあるわ。じゃあどうすればいいの？分からない。本当言うと恋が必要なのかどうかも分からないの。ただないっていうことが分かっているだけで、もしかすると不要だからないのかもしれない。あなたといると時々とても寂しくなる。あ、ごめん。やっぱり落ち着く。この部屋、テーブルが冷たいからかな。はい、どうぞ。何これ、じゃがいもの形？ポンドテールっていうフランスのお菓子なの。じゃがいもとね、マジパンを合わせて作るのよ。
目も出てるんだね。あやちゃんって恋人いるの？いるよ。恋人っていうか愛人。ちゃんとお手当てもらってるから本当の愛人。意外だった？いいえ。お兄ちゃんには内緒だからね。でもさ、最近腰が引けてるの。いいこと教えてあげましょうか。心中するなら空に言うよ。え？ジャガイモの芽には毒があってね、それをたくさん育てて佃煮にして一緒に食べればそれでおしまい。ソラニンなんか毒のうち入らないってば。せいぜいお腹壊すくらいだよ。そうなの？そうだよ、ルリ子さんって本当おかしい。そう。はい。あ、はい。あ、分かりました。伝えます。岩本さん、受付にお客さんらしいっすよ。お客？なんか私突然先輩に会いたくなっちゃって、お昼休みなら大丈夫かなと思って。すいません、なんか気持ち悪かったですかね。いや、そんなことないよ。やっぱ外は気持ちいいな。私毎日水族館にいるじゃないですか。だからどっかに閉じ込められてる感じするんですよね。電話くれればよかったのに。俺会社にいない時あるから。まあそれはそれでいいんですよ。賭けみたいなもんだから。実際いましたしね。じゃあここにしましょうか。よいしょ。はい、どうぞ。ありがとう。ここのお弁当超有名なんですよ。私グルメ方面詳しくって、食べるのも大好きだし。なんかわかるね。え、ひどい。それってデブってことですか？いや、違う。はい、お茶を。はい、ありがとう。先輩、水族館全然来てくれませんね。券あげたのに。ああ、悪い。あれね、水族館で働くってさ、どんなことするの？どんな？そうですね。まあ、あんまり派手な仕事じゃないですよ。餌の準備と掃除。あとね、魚の餌って魚なんですよ。だからいつも手が魚臭くて。ほら。わかんないよ。ほんと？よかった。あ、そうだ、いいこと思いついた。これから毎週水曜日、一緒にお昼食べませんか？水曜日、私仕事休みなんです。ちょっと言ってみただけです。お預かりします。商品確認させていただきます。あ、
謝りませんよ。ずっとこうしたかったから。ずっと？古典で初めて会った時からずっと。また。どうして怖そうにするの？え、いや。腕に入れて。え？いいって言うまでこのままにして。ありがとう。私窓って好き。だって表は夜で真っ暗なのに、窓のこっち側は安全だわ。お部屋に行きたい？いや。ゲームしたいんでしょ？いいわよ、行っても。あ、ありがとう。
4本目。何？サトシと約束してるの。1日10本しか吸わないって。へえ。どうでもいい約束はなるべく破りたくない。ルリ子さんは旦那さんとどのくらいするの？何を？こういうこと。しないわ。嘘だ。危ない。本当よ。でももちろん結婚してしばらくはしていたけれど、もう2年もしてない。へえ。でも一緒に寝てるんでしょ？うん。ダブルベッド。そう。やめなくちゃね、こんなこと。どうして？不安だもの。俺だって不安だ。ルリ子さんはやめないよ。こういうことをやめない。なぜそう思うの？貪欲だから。なぜそう思うの？多分俺も貪欲だからじゃないかな。貪欲ってどういうことかしら。帰らなきゃ。恋をしているの。本当は夫だけを愛していたいのに。うん。あ、大丈夫大丈夫。え？あ、そんな遅くなんない。大丈夫だって。大丈夫でした？あの、急だったから奥さん怒ってません？うん、後輩と食事するって言ったから。後輩か。後輩の三浦とって、結婚式の二次会に三浦が来てくれたの覚えてたよ。あの可愛い子でしょってさ。奥さんって嫉妬とかしないんですか？うん、するよ。妻曰く、女の人だけじゃなく上司にも同僚にも会社の机にだって嫉妬するって。変なの。なんかちょっと面倒くさいですね。私には分かんないな、そういうの。でもそれって先輩が何でもかんでも正直に言うからいけないんじゃないですか？そうかな。言わなきゃ分かんないのに。失礼いたします。
東京で一番美味しいお店なんですよ。雑誌にもよく載ってるし、普通1ヶ月待ちなんです。うーん、いただきます。うん、これめちゃくちゃ美味しくないですか先輩。俺エビ嫌いなんだよ。本当に？じゃあもらっちゃいます。でも嬉しいな。ん？なんかちゃんとデートって感じがする。夜会うと。そうかな。時々でいいからまた会ってくれます？夜も。うん。そういえば根本さんたちとダイビングに行く話あったじゃないですか。あれ流れちゃったんですよ。あ、そうなんだ。そう、根本さんがなんか行けないとか言い出し、言い出しっぺのくせにね。ああ、そう、残念だね。そう、残念。だから行きませんか？え？一緒に、二人で。ちょっと言ってみただけですよ。サトシは私のこと貪欲だと思う？え？貪欲？いや。そう？よかった。瑠璃子。はい。瑠璃子はさ、俺に秘密ってある？もちろんあるわ。ダイビング？私がするわけじゃないわ。サトシがするの。なんで瑠璃子さんも一緒に行くんだよ。私は砂浜で本を読むだけ。海を見るのは好きなの。俺だって好きだよ。どうせ休みなんだし、東京にいたって会えるわけじゃないのよ。会えないのが嫌なんじゃない、他の男と旅行に行かれるのが嫌なんだ。他の男じゃないわ、私の夫よ。何？もう一回しよう。もう来たの？また脱げばいいよ。ねえ、俺が美和子と別れたらどうする？どうもしないわ。だってどうにもならないもの。そう言うと思った。
ちょっと待って、送ってく。なんだか夜逃げみたいね。何から逃げんの？何でもいいわ。同じものを見て同じものを覚えておくの。新婚さんですか？そう見えますか？ええ、仲がよろしそうで。本当は私たち駆け落ちなんですよ。なんだろう、ここでいいの？うん、本読んでる。じゃあ俺は行ってくるよ。ねえ、なんだか嫌ね、人が死んだ海に入るの。そんなこと言ったら海になんか永遠に入れないよ。それはそうかもしれないけど、気をつけてね。
信じられない、あなたって人は。ごめん、でも会いたかった。なんてことするの。2時間探したよ、小さな浜で。よかった。今朝真珠事件があったんだって。そう、瑠璃子さんたちかと思った。どうして。どうしてだろう。海は見た。ええ、十分。じゃあ行こう。冷えちゃいましたね。お茶入れますね。え、いいよ、座んなよ。ありがとうね。え？三浦が誘ってくれなかったら俺人生でもう二度と潜らなかったかもしれないからさ。そんな、私こそ嬉しかったです、先輩と潜れて。本当よかった。ん？ひょっとしたら先輩来てくれないんじゃないかと思ってました。会えないかと思った。俺も本当はちょっと不安だったんだ、三浦が来てないかもって思って。私は行きますよ、先輩が呼んでくれたならどこだって絶対。先輩待ってる時一人でね、波の音だけ聞いてたらなんかすごく頭の中がクリアになって、先輩に会いたいってそれだけでいっぱいになった。これ以上望んだらあなたを失うかもしれないなんて恐怖はあなたには分からないだろうな。帰らなくちゃ。もう少しだけ。サトシは窓なの。サトシは私の窓なの。
for many years. Researchers from around the world are excited about the possibility this may lead directly to technology. はい、どうぞ。うん、ありがとう。お、今日の卵。うん、落としだ。そう、ポーチドエッグ。嬉しいな。これが食べたいってずっと思ってたんだ。ずっと？よかった、私たち気持ちがちゃんとつながってるのね。いただきます。どうぞ。いただきます。体って温かいのね。知らなかったの？忘れてたの。私、あなたの体温が目当てなのかもしれない。女の人って服着てると小さく見えるけど、どうして裸だと大きく見えるんだろう。そう、4人で食事しようよ。え、美和子が瑠璃子さんに会いたいって。それに。それにどんな人か見てみたい。瑠璃子さんの旦那さん。瑠璃子さんに会わせたくて奈々ちゃん連れてきちゃいました。仕事柄海外にもよく連れて行くんですよ。あれ、美和子さんはどんなお仕事なさってるんですか？旅行会社です。うん、新婚さんや老夫婦相手のパック旅行の添乗員してます。じゃあ奈々はいろいろな世界を旅してるんですね。私、奈々に出会うまで、ぬいぐるみって寂しい人が持つもんだと思ってました。でも違った。瑠璃子さんの作るベアって孤独ですね。
どうぞ。あ、すいません。ご主人はご覧にならないんですか？え、ルリコさんの個展。ああいう世界のことはよく分かんなくて、見に行かなきゃなとは思ってるんですけどね。俺ならダメだな、一番に見る。その、例えば宮古の個展だったら。何言ってんの、ハロー君。いや、俺嫉妬深いから、他の奴になんか見せたくないとかって思っちゃうかもしれない。古典なんか見なくてもサトシと私はちゃんとつながってるから。じゃないですよ、意地悪。もう帰るの？ここは居心地が良すぎるんだもの。帰らないと帰れなくなるわ。じゃあ帰れなくなればいいよ。帰れなくなって帰らなければいいよ。無理を言わないで。ルリコさん。何？俺、美和子と別れるかもしれない。別れたくなった。俺たちが別れても瑠璃子さんには関係ないかもしれないけど、どうして黙ってるんだよ。その通りよって言えばいい。いつもみたいに冷静に、その通りよって言えばいいじゃないか。あるいはさ、あるいは嘘でもいいから関係あるって言うとかさ。関係あるわ。そしてそれは嘘じゃない。私はあなたに嘘をつけない。知ってるでしょ、だってあなたも私に嘘をついてくれないもの。そしてね、そして何？なぜ嘘をつけないか知ってる？人は守りたいものに嘘をつくの。
あるいは守ろうとするものに、あなたが宮子さんに嘘をつくように、私がサトシに嘘をつくように。でもあなたを愛しているわ。ひでえな。瑠璃子、ごめんなさい。お茶ですか？あ、うん。ねえ、今夜の月って白いの気づいた？瑠璃子。はい。腕に入る。初めてね、サトシが自分から腕に入れてくれるの。ありがとう。本日はおめでとうございます。ねえ、どうして知ってるの？予約の時に言ったから、結婚記念日って。そう？こんなの初めてね。じゃあ。いいわそういうのは。だって特別なことみたいじゃない。特別だろ。だけど毎年来るものでしょ。毎年が永遠に続くものでしょ、結婚って。素敵なお店ね。うん、会社のやつに教えてもらったんだ。お礼を言っておいてくださいね。うん。
混んでるのね。人気店なんだよ。東京一美味しいお店なんだって。雑誌にもよく載ってて、予約も普通1ヶ月待ちとかで。そう？食べないの？ねえ、何か喋って。つないでもいい？何考えてるの？別に。何？別に。タミちゃんどうしたの？突然すいません。私今度結婚します。おめでとう。ありがとうございます。こっちこそ仕事中に。うん、休憩もらったんで嬉しいです。なんか急に仕事してる三浦見てみたくなってさ。いいの職場で。水族館ってカップル多いから、かえってこっちの方が目立たなくていいですよ。いろんなつがいがいるんだなって思いますよ、毎日見てると。不思議とね、カップルって似てくるんですよ、オスとメスが。ほらほらね。似てません？ねえ、あの子たちも。
先輩どうかしました？あ、ごめん、急ぎの仕事を思い出した。本当ごめん。今度は埋め合わせするから。何してたの？別に何も。何も？うん、ぼーっとしてた。触らないで。もし、ちょっと出かけてこなくちゃ。急用みたいなんで。ごめんね。いいよ、私用事ないからここで待ってる。ねえ、もしルリ子さんが帰る前に兄ちゃんが帰ってきたら、なんて言っとけばいい？ルリ子さん、綺麗。ハローに返しておいてください。私はもういらない。自分だけが寂しいと思わないで。来てくれないかと思った。嘘、心配したわ。ものすごく心配した。それがこの子の運命だから。こんなの全然スイートじゃない。来なよ。別れたのは俺なのに。
どうして瑠璃子さんが泣くんだ。おかしいよ。おかしくないわ。あんた愛しているからよ。それは それはとてもスイートじゃないか。瑠璃子さん、また。ねえ、これくらい、
と。これも一緒に。はい。コーヒー飲むかって聞いてんの。悲しむべきことじゃないよ。ねえ、見て、あれ。なんだかわかる？そう、トリカブト。結構ね、綺麗な花が咲くんだよ。私、昔ね、あれで夫を殺したのよ。なぜですか？いや、なんかそうだね、寂しかったからかな。人間は生きてるうちはお化けよ。でも死ぬと不思議に人になるのよ。砂糖入れる？今は。え？今は寂しくないですか？決まってるじゃん。寂しいよ。
人だろうと二人だろうと寂しいもんなんだよ。バラの木にバラの花咲く。何事の不思議なけれど、バラの花、何事の不思議なけれど、照り極まれば清りこぼるる、光りこぼるる。どうしたんですか先輩。開かなきゃいいのに。先輩と二人このまま閉じ込められちゃえばいいのに。
お帰りなさい。何してんの、こんなところで。ううん、何も。私ね、新しい部屋を作ったの。そうなんだ。ルリコに似てるね。ありがとう。腕に入る。ただいま。帰ってきたのは俺だよ。どっかに行ってたの？行ってたわ。行ってた。ただいま。お帰り。サトシは？俺は俺ももうすぐ帰るよ。そろそろ行かなくちゃね。式場は結構遠いよ。うん。どうすんのそれ。結婚のお祝いに差し上げようと思って。ドミちゃん欲しいって言ってたから。ねえ、いつか同じ記憶の話したでしょ。うん。記憶するだけじゃダメなのかもしれない。思い出すことの方が大切なのかも。一緒に思い出すことの方が。
ざわするのは、うん、危うい天気のせいかな。たった 4,5 分の間で揺れ動く